山山下下君自由民主党の山下隆です私は緊急事態条項について、国際的にも、また我が国の経験に照らしても、早急に具体的な議論を進めるべきだと考えます。憲法上の緊急事態条項は、世界的には約9割の国が有しており、また新型コロナ対応を憲法上の緊急事態条項によって対応した国もあるなど、諸外国にとっても当たり前の立憲的制度であります。 そして、我が国も緊急事態条項により、国難を切り抜けた経験を持っています。関東大震災です。首都直下型地震である関東大震災の際には、国会は閉会中でした。震災後、初めて国会が開けたのは、発生後3ヶ月以上経ってからでした。そこで政府は、当時の明治憲法8条で認められていた、緊急直令で国難を切り抜けました。 発生後1ヶ月の間に13本もの緊急直令を出し、震災後、国会が開かれるまでに合計16本の緊急直令を出して乗り切ったのです。その緊急直令は、震災直後の支払い猶予など、国民の生活に不可欠なものでしたが、本来法律事項であり、その対応は今の憲法であれば、国会でなければできなかったでしょう。しかし、3ヶ月も待たなければ国会が開けないような、関東大震災に匹敵する首都直下型地震が発生した場合、どうするのでしょうか。 首都直下型地震は30年の間に7割の確率で発生する恐れがあると言われています。国会議事堂が崩壊施設とも、交通が途絶し、国会の定足数を満たさない場合には、国会は開けず、予算も法律も通せません。被災者の命がかかっているというように、国会が機能停止のまま、数か月待ってくれということはできないのではないかと考えます。 さらに関東大震災での緊急政令による対応で注目すべきは、衆議院議員の選挙手続きの特例についての緊急政令を出していることです。衆議院議員の任期満了は、関東大震災のわずか8か月後の翌年5月に迫っていました。今後、首都直下型地震が任期満了の直前に起きる可能性は誰も否定できません。明治憲法では、衆議院議員の任期4年については、法律である衆議院議員選挙法が定めていました。 しかし、日本国憲法下では、国会議員の任期は憲法が定めており、憲法を改正しないと任期延長ができないのです。この点も憲法で手当てする必要があります。緊急事態については、日本の災害対策関連法などあらかじめ定めた法律によれば良いという見解があります。しかし、それでは足りないということは、現行憲法下でもわれわれが経験しているところであります。東日本大震災と新型コロナウイルス対応です。 東日本大震災では、発災後3か月以内に、地方の首長や議員の任期延長法をはじめ、13本の法律の改正を行い、全部で70本もの法改正をしました。また、私たちは感染症法等の法律の改正で、新型コロナを新型インフルエンザ特措法の適用対象とするなど、法改正を行って、新型コロナ対応を乗り切りました。 つまりこれらは既存の法律で対応はできず、新たに法改正をしなければ対応ができなかったことの証査であります。しかし、これらは国会が開けていたから改正できたんです。非常事態が国会閉会中に発生し、しかも首都直下型大震災やパンデミックのため、本会議が開けない、委員会も開けない状態であれば、法改正も予算措置も取れず、対応できない可能性はありました。 まあこうしたことから、明日にも起こるかもしれない首都直下型地震が起きて、関東大震災のように、3か月以上も国会が開けない場合に、国会が開けるようになるまで、被災者に座して死を待てというのでしょうか、あるいは感染爆発が起きて、低速数を満たしての国会開会ができない場合に、そのことを言うのでしょうか、オンライン国会が出れば解決できる問題ではありません。オンンライン国会は 震災のの場合にオンンライン機能が破壊されれば使えないのであります、まあ、この点に関して、例えば我が国の憲法では参議院の緊急集会があるという向きもありますが、緊急集会は、名文上、衆議院議員の任期満了時に適応できるかに争いがあります、そして、定則数を満たさない場合には開けないことも同じであります。また この緊急事態条項について、ワイマール憲法を例に出す向きがありますが、ワイマール体制の崩壊の原因は、緊急事態条項そのものよりも、憲法に優位する全権委任法を制定したことにあり、緊急事態にも憲法秩序を維持するためのわれわれの考え方と異なります。そしてまた、ドイツにも緊急事態条項はあるのです。まあ、こうしたことを日本の経験、国際状況から照らせば、立憲主義を貫く、そして、 国民の生命を守るためにも、早急に緊急事態における国家の憲法の在り方について議論し、特に国会議員の議員の任期の延長、そして緊急政令の要否について議論すべきことは明らかであることを指摘して、私の意見を終わりますす以上です次に、品武志君。